こんにちは、オーベルジュチャンネルです。皆様お待たせいたしました。我が有限会社スローガンからついに、通信販売サイト、こちらの、秋冬版ですね、こちらの準備が整いましたので、そちらの、ご報告動画となります。なんとですね、今回は、今まですでに今既存でありましたオーベルジュというブランドの、通販サイトと、あともう一つなんと、ホワイト代官山、今こちらのね撮影している、直営店店舗なんですけれども、こちらのホワイト代官山というお名前で通販サイトをオープンすることと相成りました。要するに2つあるということですよね。ちょっとそちらのそれぞれの内容といいますか、概略のところを今ご説明させていただきたいと思います。ではまずは、代官山、ホワイト代官山、こちらの新しい方からの、ご紹介となります。まずですね、ホワイト代官山、ドットショップ、こちらが、検索で一番引っかかる、名前になるんですけれども、そちらをクリックしていただくと、この画面になります。ちょうどですね、これがナポレオンのお墓がある、アンバリットの、もう自分がね愛してやまないフランス軍事博物館、そこにあるちょうどフランス革命時期の、手縫いの、軍服ですよね。それ向こうって撮影 OK なんで、撮らせていただいたものを、オープニング画面とさせてもらってます。でこれがずっと降りてきまして、で、商品ということになるんですけれども、このホワイト代官山サイトは、なんとですね、もちろんスローガンのオーダーの、これから始まりますスタジャンですとか、ああいったものが、なんとかねちょっとシステムを考えて、そのサイトからオーダーできるようなっていうのもやりたいんですけれども、またちょっとねこれ、自分が頑張って会社で取りました、古物商許可証、まあね、この渋谷区のこのナンバーがありますので、ってことで古本ですとか、ヴィンテージマガジン、ですとか、あとまあ古着ですよね、その辺のちょうどこう、オーベルジュのプロダクトを進めていく上で手に入れたもの、もしくは昔から持っていたもの、それでもう大体もう使い切ったなって思えるものを、ちょっと逆にねこのサイトで皆さんにご紹介できたらというような流れになっております。まあ、例えばでですね、じゃあ古着バージョンからですね、こんな感じで古着と言っても、この毎回ね秋の大高いでご好評いただいておりますカスタム古着ですよね。こちらの一点物祭りに、なります。これが、107ユーティリティシャツの50年代の最初期、まあ、いわゆる、セルジュ・ゲンズブールとお揃い、この時期のものですよね。でこれまた希少なね、ジャストな S サイズですよね、になってまして、でこれがちょっとね自分のこの名物の、ここ見ると、お HERパリスって書いてますね。まあ、こんな感じで、ヴィンテージスカーフを使った107ユーティリティシャツとですよね。こんな感じのものですとか、あとこれがねちょうど、ノルマンディって形で、この春夏で、使いましたベースになってるこのヘリンボーンのね、ちょうど40年代のこちらも、まあ、こんな感じで、馬のマークらしいオレンジのを配してみたりしてですね。でこれも折ってしまうと見えないんですけども、ちょっとチラ見っていうのがね、なかなか毎回ご好評いただいているタイプの本ですね。これもちょっと寸法ですとかそういうところで詳しく見ていただけるようにいたしますのでですね。あと、まあ、例えばこんなものもいいかなと思うんですね。これ1982年 の、 ヘルメットバッグなんですけれども、ここにねちょっとこのレースがついてるんですけど、これがなんとですねシャネルが発注する、日本のメーカーさんで、例えば釣りの手ぐすみたいなもので、編んで作るっていうね、なかなかハードコアなレース屋さんなんですけれども、まあ、シャネルも愛する日本の、レース屋さん、そこから、分けていただいたものをちょっと使ってみた、ヘルメットバッグ、まあ、これちょっとね女子向きですね。まあ、これ本物ですね、80年代の、ヴィンテージになります。ちょっとね、なかなか
落書きもしてあります。まあ、こんな感じがまあ古着、まあ、例えばでのね、あの古着&古着カスタムですよね。あとまあこれか、これですね、まあバレンシアカスタムですよね。バレンシア90年代工場の、パンツを、まあ、こんなイメージで、ウエストガッと大きくしてギュッと絞って履く、裾が、キュンとテーパーとして18センチぐらいで、綺麗な革靴と合わせても、面白く履いていただけるという、まあ、こういうちょっと楽になる、ダブルXですね。これを後でちょっとあの綺麗にあの静止画像で、撮りますので、まあ、こんなものとかあのこういったものが、その通販サイトのアイテムになります。あとは、まあ、こちらかな、まあ、古本類これですね、1990年、まあ、前後にね、コムデギャルソンが出しました顧客向けに、配布した、6という、8冊あるんですけれども、そちら、こちらもね、まあ、6というのは第6巻という意味でね、もういわゆる、インスピレーションのね、あの川久保さんの、当時の、もうインスピレーションの源ですよね。私はこれを見てものづくりをしているっていうような、だから本当にあの直結した何かね、あのルックが映ってるというよりかはもう本当にイメージフォトですよね。まあ、例えばね、あの自分もこういうねカリカリのこう森山大道タッチのコントラストのきついこういうのを見て目に焼き付けてしまうとついついパリに行くとこういうの買っちゃうっていうね、こういう感じですよね。だからなんかこういう風になんかね、こう擦り込まれていくっていうんですかね、そういう、この第六感、こちらが、ほぼほぼフルで揃っておりますので、この辺も、出品いたします。もうね、私もずっとコムデギャルソン大好きでね、学生の頃からもう80年代の文化の学生なんていうと、もう本当にもうこれ一色のギャルソン一色の、まあ、思春期アフターを過ごした人間なんですけれどもね、まあ、十分、川久保先生からはもう第6巻いただきましたので、あのこれからの世代の、ね、方にもこれあの見ていただいて、もうビンビンに感性、上げていただくようなあの、まあ、そういう風に、ね、使っていただけたらいいかなと思って、今回、出品いたします。あとこれもね、コムデギャルソンつながりで言うと、これがね、確かにシンガポールかな、5、6年前に出た、本なんですけども、いわゆるね、インディーズの本ですね。中はギャルソンの、ルックとかあるんですかね。ちょっと未開封なんでわかんないですけど、あの、自費出版、インディペンデント出版屋さんが、全部一冊一冊、これコラージュして、まあ、スプレーかけたり切り貼りしたりっていう、で一冊一冊全部違うっていう、もう限定何部だっけな、なんかどっか書いてありますよね。そんなものとかこういうのですかね。まあ、ちょっとギャルソン系に今回は1回目はしてみました。まあ、こんな感じで、古本家にとんでもない量あるんで、あの随時あのいろいろご案内できたらなと、思います。そうですね。で、古着の方ももうあのヨーロッパからアメリカからあのいろんなタイプのいろんなものあのございますので、なんかちょっとこの旬かなと思うものをあのご提案できたらなと、思っております。これが、ショップホワイトですね。あのホワイト大観山、こちらのタイトル画面のサイトになりますので、これも、もう少ししたら、オープンいたしますので、あのぜひ、ちょっとお楽しみになさってください。そして、次に、通常のオーベルジュ、こちらもね、あの前回はあのパリ の風景だったんですけど、あの景色だったんですけれども、今回ね、こういうタイトル画面にいたしました。これもあの俺が前回パリに行った時に撮影した、リュクサンブール公園ですね。ちょうどあのオデオンとかサンミシェルの方の口から入って、ちょっとまっすぐ行くと大きな池があって、あのもうアヒルとかね、カモメとかね、あのいるんですよね。そういうあのラジコンでこうヨットとかやってるようなあの池の横にあの長方形の池があって、でそこにちょうどね、紅葉したマロニエの葉っぱが落ちて、木がね、こう水面に映ってなんて、もうすごい素敵なかっこいい状況だったんで、まあ、これをね、あのでっかい一眼で撮った写真が、タイトル画面になります。で、内容的にはね、どん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 この、 あの秋冬のあのオーベルジュ入荷物がもうどんどん上がってまいりますので、あのぜひお楽しみになさってください。まず、まあ、定番からだったんですけれども、こちらの、プリミエールファースト型アジージャンですよね。これが今入荷しております。
で、これ第3世代なんですけれども、今回ねちょっとボタンが結構すごくて、これちょっとね下北のメルさん の, あのレジの横からあのちょっと見つけて買わせていただいた、これデッドの、1920年代の、パンツのサスペンダーボタンのメタルのタイプなんですけども、このデッドのボタンを使わせていただいて、ちょうどこれ、これもちょっと静止画で、これですね、これこのボタン、これがその今の箱に入ってたボタンですね。まあ、その他いろんな、メタルのものとか文字のものとか、いわゆるメイドインパリ的なものとか、まあ、いろんな、ちょうど50年から100年前のボタンですねが、ふんだんに使われた、第3世代のジジャン、これが今フルで揃っております。あとこれですかね、これこれがあの、ご好評いただいておりますフィルメンプ、これの、ホワイトバージョンとブラックバージョン、これが入荷しております。ちょっとねこれ、ここにレーナの黒金のねピスネームがついてるっていうので、入っておりますので、ぜひ店頭でお試しください。そんな形で、このオーベルジュサイトはあのもうねすでに半年前からオープンしているあの状況で、あのどん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 あの商品入荷あのしてまいりますので、あのぜひ、この2つのサイト、オーベルジュと、ホワイト代官山、よろしくお願いいたします。どんどん商品充実いたしますので、あのぜひちょっとあの訪ねてきてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。